で僕多分あれ今何百万回ぐらい再生してますからね、結構されてるじゃないですか、うん、そうだね、100何ですよね、 100万以上かな、多分10万回は僕再生してます。どうせやるなら聞かす、じっくり散らす、ゆっくりしばく、金銭切らす、愛はつく YouTube、 俺がヤングハッソー、今日もキレてるマッソー。はい、じゃあ今日はね、俺の筋トレアルバムハッスル&フィットネスに客演で今レコーディングしたんだけど、なんとフィジーク選手の元気を発信のビルディ、初めまして、元気を発信です、うん、よろしくお願いします。はい、で曲はね無事ね、はい、曲、はい、あれで撮り終わったんで、はい、ここからちょっとヒップホップ、はい、筋肉筋トレ対談みたいな感じで、はいはい、ちょっといろいろ質問したいことがあるんで、もうぜひ、はい、ちょっといろいろ話していきたいなと思うんで、はいはい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、早速なんですけど、はい、元気くんなんかそのヒップホップ好きって聞いたんですけど、はいはい、そのヒップホップ好きになったのいつなんですか？ヒップホップは、うん、中学生の時に、うん、もう8マイルですね。あー、なるほどね。エミネムの8マイルを見て、うんうん、ぐーっと走りまして、うんうんうん、あの時フリースタイルでしたよね、確かエミネムの、うんうん、8マイルの内容が、うんうん、でもうそれをとりあえずもうそれを見てからですね、なるほど、音楽は、うん、それまではなんかこう他の曲が好き、ヒップホップじゃないジャンル J-POP とかいうのが好きだったんですけど、うんうん、なるほどね、もう8マイル、エミネムの Lose Yourself を聴いてから、うん、ヒップホップにもハマりまして、なるほど、はい、じゃあ最初は洋楽っていうか、そのニューヨークのヒップホップ、すいません、 US ですね、はい、エミネムから入って、あとフィフティセントとかを見て、うん、でフィフティセントも体すごかったんで、そうだね、うん、でその時からまあ筋肉も憧れがある人はかっこいいなっていうのもダブルできたのが、なるほどね、中3とかでしたかね、中2、3ですね。じゃあエミネム そのアルバムとかフィフティのアルバムとかあったりしてってことですかね、はい、そうですそうですそうです、はい、そっかそっか。でその日本のヒップホップはじゃあ、日本のヒップホップは、うん、そこからだから高校時代は結構その US ヒップホップを聞かせていただきながら、うん、高3ぐらいに、うん、それこそハンニャさん、うんうん、僕 その友達が、うん、ハンニャさんのことがまあめちゃくちゃ好き で、レゲエも好きな友達だったんですけど、それでそのハンニャさんのドクター東京でしたね、うんうん、アルバムかなんか聴かせてもらった時に、うん、もうそれでかっこいいなと思ったのが始まりなんですよ。なるほどね。あれが18とかだったと思うんですよね、高3ぐらい、はい、でそれまではあんまり日本のヒップホップは聴いたことない。そうですそうですそうです。その友達にその、はい、貸してもらって言って聴いてもらって聴、はい、いたらめっちゃハマっちゃった、ね、そうです。なるほどなるほど、はい、じゃあそのいわゆるその日本のヒップホップっていうか日本語ラップの入りはハンニャさんですか？そうです、はい、なるほどね、まさしくそうです。へえ、そっかそっか。でそこでハンニャさんにハマって、でそこからその日本のヒップホップも聴くようになったの？そうです。でそっからハンニャさんも聴かせていただきながらで、うん、その後出会ったのがワークアウトリミックスですよね。なるほどね、はい、その流れです。完全にじゃあハンニャさんのことは知ってて、はい、で当時のこと覚えてる？どんな感じだったの？いや PV を見たのかな。いや、もうその時ってまだ、うん、YouTube っていうのも、うんうん、iPhone 自体も普及するかしないかだったんですよ。そうだね、はい、まだみんな持ってる時代ではなかった、ね、そうなんですよ、ではなかったんで、うんうんうん、YouTube、 いや曲ですね、うん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 、曲で聴かせてもらったんですよね、初めて。なるほど。その時喫煙してましたから、うんうんうん、喫煙所で、うん、そのみんなでこう休憩時間集まった時に聴かせてもらって、うんうんうん、であの時なんだっけ、でもピクルス抜きって言ったらマックみたいな、うん、まあ、その歌、うん、アルバム聴かせてもらって、うん、そっからですね。なるほど、はい、ワークアウトリミックス。じゃあその PV もじゃあその当時、あ、そうです、 PV はでその後ですよね、うんうんうん、それこそもうかれこれ10年前なんで、うん、僕が今32なんで22の時ぐらいにから聞き出した。ちょうどだから筋トレを始める、うんうんうん、始める前にそれを見て、うん、でヤングハッスルさんの体を見て、うんうんうん、でも体もかっこいいじゃないですか、うんうん、で横にはこうギャルがいて、うんうん、
もう、うわ、これこれと思って、うんうんうん、そっからもうリアル始めましたね、トレーニング。はい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 。じゃそのトレーニングの話になったんだけど、はい、じゃそのたまたまワークアウトリミックスのその曲が出た当時、はい、そもそもじゃあ筋トレをじゃあ始めようときっかけはじゃあ何だったの？きっかけは、うん、もともと高校時代、まあ、ずっと僕あの物心ついた頃からサッカーやらせてもらってて、であのウエイトトレーニング高校時代の時してたんですよ、サッカー部の時、はい、うん、でもその高校の時に要は50セントとか見て、うん、こうアメリカの筋肉に憧れて、うん、そっからもう卒業してからもずっと腕立て伏せっていうのは、うん、毎日100回やってから絶対出かけてたんですよ。とかサッカー部引退してからも、してからです。あ、そうなんだ。してからも、で当時でいうと K1 の全盛期で、うんうんうん、ヘビー級の、うん、あのマーク・ハントとか、まあ、いろいろいた時代のジェロム・レバンナとかの、はい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 、試合見ながら腕立てしたりしてて、モチベーション上げながら、うん、上げてたんですね。で、まあ、あの僕その後専門学校入りまして、うん、で、あの卒業して、うん、2年で卒業して普通にサラリーマンになったんですよね。うんうんうん、でその時もあの筋トレしてたんですけど、やっぱサラリーマンだったんで自分のこう、うん、肩とはちょっと違う感じにハマってってるのが分かったんで、自分が出せてない感じ、でも丸3年で見切りつけてやめまして、うん、でそっから海外行こうと思ったんですよ、うん、あのフィリピン行ってからオーストラリアへのワーホリの行こうとした時に、たまたまそれも友人が近くで、うん、あのロケ弁の配達をしてまして、うん、でそこになんかあの、まあ、僕がこうでこうでこうで会社辞めて、うん、あの海外行こうと思ってるんだよねって言ったら、うん、じゃあ別にそんなすぐ行かなくていいじゃんって、うん、ずっと3年間サラリーマンやってきたんだから、うん、ちょっと小遣い貯めるがてらなんか息抜きして、うん、うちでちょっと働いていけばって言われて、うん、でそこに筋トレ好きのおじさんがいたんですよ。あ、その人もヒップホップ好きでした。かなりの、かなりのヒップホップ好き。新しいその職場に筋トレ好きのおじさんがいて、はい、で当時何歳ぐらいだったの？当時47ぐらいでしたね。あ、じゃあ結構おじさんだね、はい、でもヒップホップ好きなんですよ。へー。で丸坊主で、うんうんうん、結構もいかつめのおじさんで、はいはいはい、でその人に日本人でもこう体ってでかくなるんですかって聞いたら、うんうん、誰でもなれるよって言われて、うんうんうん、これ結構僕のチャンネルとかでも言ってるんですけど、うん、もうそっからですね、筋トレは。でちょうどその時に始めたんで、それが22とかなんですよ、うんうんうん、でそこで要は YouTube 見出した時にワークアウトリミックスだったんですよ、うんうん、なるほどね。ちょっと被ってたよね。めちゃくちゃ被ってました、うん、で僕多分あれ今何百万回ぐらい再生してますからね。結構されてるじゃないですか、うん、そうだね。100何ですよね。 100万以上かな。多分10万回は僕再生してます。前も言ったんですけどそれ聞きながらもうリピートリピートで、うんうん、はい、筋トレ前まずクレアチン飲んで始める、うん、今日もう一日を、うん、でもう僕も自分がレップして。なるほどね、はい、やっぱあれを聞きながらやってたんだ。やってました、そうかそうか。結構やっぱそういうふうに言ってくれる人が多いから嬉しいんだけど、はい、あれははかどる、はかどりますね。てかやっぱモチベーションになるんですよね。で、うん、結構やっぱテンポも割と早いですよね。そうだよね、うん、トラックも結構今思い返してみるとなかなかマッチしてるんだ、ね、そうですね。いやもう最高で、うん、僕からしたら。なるほどなるほど。いやあれに出会ってなかったら、うん、分からないです。なるほどね、はい、そこそれ嬉しいね、はい、うん、そこは本当きっかけ大きかったですね。はいはいはい。じゃあそういろんなこうきっかけが重なってこうもう筋肉系のこう道にこう、そうです、進んでったんだね。はい。でだからそのまあ僕も最初体育館で中央区の東京の中央区の体育館でやってたんですよ、うんうん、そのおじさんと、うんうん、で、まあ、そのおじさんがもう一人きっかけを作った人がいて、うん、トレーニングでその人体すごくて、うんうんうん、でその人がゴールドジムの南砂でやってると、うんうん、で僕も一緒にトレーニングさせてください、うんうんうん、でもお前まだ重量足りないから、うんうん、その合わせないとダメだって言われて1年で僕は頑張って重量上げて、うんうん、でよしじゃあこれでお前じゃあ俺から言ってやるから一緒にトレーニングしてもらえるように、うんうん、で初めて南砂町のゴールドジム行く時に聴いてた曲が僕もあの般若さんのやってやるなんですよ。あ、なるほどね。やれねえこと鼻からねえよ高めて、はい、なるほど。で行って、うん、で南砂着いた外で30分ぐらい待ってたんですけど、うん、中覗いたらもう化け物しかいなくて、はい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 、
ボリューム大きめにして聞きました。なるほどね、はい、そっかそっか、はい、そういう人生のこう節目節目にいろいろこうヒップホップが思い出としてあるんだね。ありますね。もう切っても切れないですね、これは。そっかそっか、本当に好きなのがこう今のエピソードで伝わってくる。ありがとうございます。すいません、そっかそっか、はい、なるほどね。で今回こうね、はい、ルナが紹介してくれて、ね、そうですね、あの本当にそうなんですよ。ルナさんいなかったら多分ここはないとは思うので。そうだよね、はい、ルナに感謝だね。いや、めちゃくちゃ感謝ですね。ありがとうございます。俺もだからそのルナに話を振ってもらった時、はい、全然知ってたからさ。はい、ありがとうございます。ねえ、肩で外傷だと思ってさ、はい、でまさかラップをねこうやって曲を作ることになると思ったら、いや本当にもう感慨深いですね、うん、あの頃の自分にお前頑張れば一緒にできるぞって、うん、もう褒めてやりたいですね、当時の自分。そうだね、だから本当にそういうの思いがあったからだったんだろうね、はいはい、そうですね。なるほどね、うん、じゃあ、はい、最近も結構その新しい曲もチェックしたりするの？うん、割とあの当時のずっと聴いてます、ね、あ、なるほどね。でも最近のラッパーさんもチェックはしてます、うんうん、ちなみに、はい、その筋トレ、自分がトレーニングするときによく聴く曲で思い出に残ってる曲ある？他に。まあ曲だったりラッパーだったりでいいんだけど。いやでも本当に、うん、このヤングハッスルさんと、うん、マニアさん。なるほどね。あとはでも、うんうんうん、最近で言うと、うん、やっぱり日本のラップですよね。どっちもいい。まあ、でもやっぱりルーズやセルフも未だに聞きますし。なるほどね。あとはまあナメダルマさんとかも最近は聞きますし、ですかね。でも本当に毎回同じの聞いてますね。はいはいはい、結構。イヤホンとかヘッドホンみたいにして。トレーニング中はあんまり聞かないんですよ僕。あ、そうなんだ。大会前とかには、うんうんうん、あのパンプステージ前はもうイヤホンしてパンプするんですよ。あ、そうなんだ、はい、結構舞台袖そうですそうです、はい、もう聞きながら、はい、最後の仕上げやって、はい、ステージに立つんだ、はい、だからアメリカでこう日本語ラップで聞いてる時はなんかやっぱりいいですよね、気合が入る、はい、侍だもしれない、侍でやっぱ乗り込んできたぞっていう感じがしますよ ね、 なるほどね。じゃあこの前のフロリダの時もそういう感じで。そうですね、はい、高めて高めましたね。なるほどなるほど、そっかそっか、本当に好きなんだね、はい、はい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 、わかりました。じゃあまあそうだね、この曲が、うまく仕上がって、はい、出て、まあ、さっきも話したけどね、はい、ビデオも撮りたいしね。そうですね、うん、そんなのもう本当にたまんないですね、うん、僕からしたら。あとはまたね、はい、その筋トレのなんかそのセッションも、ね、あ、もちろん、はい、それはやりたいね。もちろんです、はい、うん、やりたいですね。それはまたぜひ、はい、もうぜひぜひお願いします、はい、はい。じゃあ最後なんだけど、はい、なんか俺に聞きたいことある？なんか質問、あ、逆に何でもいいんだけど。なるほど、うん、逆に今、うん、まあ、ヒップホップの業界でも、うん、多分トレーニング昔なんていうんですかね、うん、まあ、皆さん結構やってる人もいると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこうビルドアップ系で、うんうん、大きくしていく系でやってるのって、うんうん、そんなにいらっしゃらないですよね。そうだね、俺が知ってる範囲だったらあんまいないんだけど、はい、うん、でもね、一人ね、今年の夏か、はい、大阪のラッパー好きなやつがいるんだけどね、はい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 、まあ、若手まだ20代前半のやつがいるんだけど、はい、そいつがここ 1,2 年で筋トレにいきなりハマって、おで今年の夏に、ね、ボディービルの大会に出たやつがいるんだ。あ、そうなんすか。そう、ラッパーの方で。そうそうそう、でもちろん俺のアルバムにも誘ったんだけど、はいはい、そういう人がいるよ。あ、そうですか。そう、そうだから、なんか昔ほど、やっぱ昔その50セントとかのこう、うん、昔って結構みんな鍛えてたじゃないですか、 US ラッパーも。そうだね、みんなでかかったよね。その今って割とこうスキニーな感じに。そうそうそう、それがトレンドだよね。ですよね、うん、トラビスとかも、うん、もうみんな結構スキニーなんで、うん、なんかやっぱその辺がもっと
これを機会に逆にトレーニングなんか興味ある人とかいれば、うんうんうん、最高だなと思いますけど、ね、確かに確かに、はい、そうだね。うん、ヤングハッスルさんはもうずっとなんかやっぱりあのトレーニングずっと続けられてるっていうのを続けられてると思うんで、うんうん、そこは本当すごいなと思いますね。なんかね、はい、あのまあ、正直やっぱりこう昔の方がもっとこう筋トレ好きだったし、やっぱ始めたっていうのがやっぱ楽しいじゃん、はいはい、はい、そういう感じはしてたけど、でもやっぱりあの辞めるって選択肢はないよね。まあそうですね、うん、はい、まあ、1回始めちゃったし、そうですね、うん、なんかいや本当に一生やり続けるんだろうなって感じがしてる、はい、そうっすね。これも僕も後戻りできないところまで来ちゃってるね。いや、そうなんで、はい、そういう感じあるよね。あとあれ、あのヤングハッスルさん結構毎回コンディションいいじゃないですか。あ、そうかな。食事って結構 どんな感じ気をつけてるんですか。あ、最近はね、だからこれはね、まあ、あの結構もう言ってんだけど、数年前からその肉メインをやめて、そうですよね、そうで、あんまりだからそのあれかな、そう野菜メインで やってみようって感じでやってて、はいはい、あの完全に肉と魚はゼロなわけじゃないけどね、チーバン、ね、そうそうそう、たまに食べるんだけど、はい、そういう感じでやってて、あとだからそんなにね、あの量を食べてないから。ああ、なるほど、うん、そういうことですね。そう、ここ最近は。なるほどですね。あのね、食事の回数も2回だし、はい、あ、そうですか。そう、やっぱりこう、まあ、いっぱい食ってでかくしたいんだけど、うん、やっぱりこうね、満腹だとさ、こう、いや、あの集中力がなかなか、で見栄えもやっぱ悪くなるんで、僕も去年とかやっぱ100キロまで乗せたりしてたんですよ、うん、でももうとてもじゃないけど生活がしづらすぎて。なるほどね。だから今年は94とかでストップしてるんですけど、うん、あんまり乗せないようにする感じになってきてます ね、 なるほどね、僕自身も、はい、そっちはやっぱいいと思います。 94.5 ぐらいですね、今。それはだから、どんくらい増えたの。一応10キロは増えてます。なるほどね、はい、振り幅こう10キロで、そうです。あ、でも去年は15キロとかあのフロリダの大会まで落としたりしてたんで、うん、やっぱりちょっと減量幅もあったりして、うん、あんまり、まあ、8キロぐらいがちょうどいいんですけどね。なるほどね、はい、はいはいはい、いろいろこう試してきて、そうです、そういう感じになったのが、はい、なるほど、ただでかくすればいい、なんか食べて太っても別に意味ないので、うーん、はい、やっぱり適量、ね、適量、適度っていう言葉が当てはまりますね。そのなんか単純なイメージだと、はい、体重が重ければ重いほど重量扱えるって感じがするんだけど、それは少なからずあると思います、うん、要はイメージとしたら関節にも脂肪がつくので、うん、怪我のリスクが減るので、うん、重い重量にトライしやすくなるっていうイメージですかね、はいはい、じゃあ去年より今こう軽いわけじゃん、はい、重量ってやっぱ減るの。去年もそこを、去年より上げてます。それはじゃあ筋肉がついてるとか。そうです、はい、あ、なるほどね。でやっぱ僕自身もその井口道場でやってるんで、やっぱりもう一人じゃ無理ですね。うん、一人でやってたんですけど、やっぱり今のメニューでやってるともう一人じゃできなくなってくる。それどういう意味でできないの。要はもう一人じゃ上がらないような重量を補助つけてあげてるので。なるほどなるほど、はい、だ正直昔はトレーニング好きだったんですけど、今はやっぱり、うん、まあ嫌いではないんですけど、うん、嫌ですよね毎日、うん、やる前がなかなかすっごい嫌ですね。憂鬱っていうことだよね、はい、きついんで、うん、だからそれ乗り越えて乗り越えて、うん、でもやっぱり大会1週間前になると、うん、あの時あ耐えてよかったなってすごい、ね、なるほどね、逃げなくてよかったみたいなね、はい、うん、そっかそっか、そうですね、じゃあトレーニングはもう完全にこう、はい、マンツーマンで今今やってます。週4 で、はい、もうそれしかやってないんだ、はい、1人でやらないんだ。あと足は1人で、うん、自分のジムで、うんうんうん、夜やりますね。なるほど、はい、他も全部全部補助つけて、はい、なるほどね。うん、なんかやっぱりさ、その、はい、海外の選手とかもさ、コーチングっていう感じでやるから、はいはいはい、そういう感じになってるって感じだよね。そうですそうです、はい、うん、やり方完全に、うん、素晴らしい、はい、そっかそっか。で大会は次は来年、一応来年で設定してます、うん、また海外、まあコロナの今こういった状況もあるんですけど、海外見据えて、
なるほど。また体は日本の大会は予定はないんだ。一応日本の大会出ないでまだ1年間は海外出れるんで、うんうんうん、その期限が過ぎてしまったら1回日本大会また出ます。あ、そういう縛りがあるんだね。あります。なるほどなるほど、そうかそうか。8月中までだったら海外の大会出れるので、うん、まあ、それ以降の大会になるともう1回日本で1回出ないといけないんで、うん、なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあまあそんな感じかな。はい、はい、じゃあ今回はありがとうございます。ありがとうございます、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん2人で作った曲を楽しみにしててください、はい、そんな感じで今日は GO AK 元気を発信してもらいました、はい、いや、ありがとうございます。ミラミラオンダウォーフイズダスチョンゲストオンデンオー鏡よ鏡一番強いやつは一体誰なの。ステイサムとかドウェイン・ジョンソン鈴木雅之みたいなソッポビッグヒデ